高倉力がお送りする「力の豆知識」今日ご紹介するのはレバーの低温調理浦和本店人気メニューレバーの低温調理じっくりと火を入れるからこそ食感の良さうまみ甘み引き足すんですねこれ売り切れたらごめんの一品です売られず時間は限られておりますがじっくりと手こ入れしてもらいたい力の名物優しさと愛情そう 優しさと愛情それ忘れていないか?」「裏は大宮上福岡西川口武蔵浦は池袋」「工場直売店大宮旧、長瀬道店も人気です酒蔵力は全部で14店舗「力おおおお,お,おいレッツ・力カラ この番組は坂倉力と共にお送りします。はい、戦場の大野誠太郎です。レンズ力船、船を出してまいりましょう。しかし、晴天の霹靂とはこのことだったですよね。あのサイスタで前半で試合が終わって、なんともやりにくない気持ちで帰ったサポーターがたくさんいたと思うんですよ。さあ気持ち切り替えて、次の国立の町田戦。 さあ立て直していこうか、そんな気持ちになった中、いきなり出てきたのが、火曜日のクラブ発信です今シーズン、指揮を取ったマティアス・ヘグモ監督が退任、そして次の監督は、えマチエ・スコルジャ監督が帰ってくるのこれはサポーター偽らざる。 全員の感触だったと思いますよ。まあ、スコリジャー監督が帰ってくることについては、あだこだいうサボーターはいないでしょう。彼とサボーターはかなり大きな信頼関係が出来上がっています鹿島戦、あるいは川崎戦前半で中止になってしまったけれども、試合内容は良かったですよね。 そういうい中で今この時期にヘグモ監督の退任これについては意見が分かれると思います今日はそのあたりのたくさんのサポーターの長文のお便りを紹介しながら私の思うところもお話ししていこうと思っておりますレッズ力ぶれまず最初はこのコーナーから始めますレーズニュース フェアマティアス・ヘゴモ監督との契約を解除26日付でクラブはマティアス監督との契約を解除しました共に来日したモルテン・マリオ両コーチも契約解除です堀之内聡スポーツダイレクターは会見で今ある成長をさらにギアを上げて成長するためにはどうすべきかという視点で今回決断したと説明しました リリースのとおりペアマティア・セブンの監督の更迭と、えー、新監督としてマチェイ・スコルジャー氏の就任を発表させていただきましたまた、えー、ビザ等の手続きのため、えー、当面の間は、えー、池田コーチが暫定的に監督として、えー、指揮をとってくれることになっています、まあ、今回の決断について、えー、私の中でも 非常に、えー、悩み悩んで出した決断となります、まあ、今回の決断に際して、えー、私が立ち返ったものとしてやはり選手理念というものがあります、まあ、その中にあるサッカーを極め勝利を追求する、まあ、そういった文言とやはり今季の目標であったリーグ優勝そして 来年に控えてます、クラブワールドカップ、そういったことを考えたときに、今ある成長をさらにギアを上げて、成長するためにはどうすべきかという視点で、今回の決断をさせていただきました。また常日頃から 監督の評価については3つの視点を持って評価させてもらっていました1つ目が成績です2つ目がスタイルの浸透度そして3つ目がマネジメントという部分ですその3つにおいてまず伝えたいのはマティアス監督私も日々コミュニケーションを取らせてもらっていましたが監督としても 人間とししても非常に素晴らしい方でしたですので、ここまでの向かってきた方向が全く違っていたということではなくて、重複になりますが、さらにチームを成長させるために、何をするかという視点で、今回、この決断をしましまたマチェス・スコルジャ監督と契約合意。 新監督には去年1年間戦ったマチエ・スコルジャ監督が残りのシーズンの指揮を執ることになりました現在就労ビザの発給など再び日本で仕事をするための準備が進められておりますんでその間チームは S 級コーチライセンスを持つトップチームの池田信康コーチが暫定監督を務めますハーフタイムで決断 試合中止になりました最下のリーグ第28節川崎フロンターレ戦集中豪雨の影響で前半戦っている時もあの最下のピッチに至るところに水たまりができて選手の安全など考慮し中止が決断されました来シーズンの加入内定選手特別指定に認定です来年売られずに新しく加入することが内定している流通経済大学のディフェンダー根本 健太を今年度の J リーグ特別指定選手として申請し日本サッカー協会から認定されましたこれで大学に登録のまま J リーグの試合に出場することが可能となりました184センチの左利きのセンターバックですレズレディ数情報ですクラブは左サイドバックでリーグの連覇に貢献した水谷裕樹選手が右膝 全十字人体損傷で19日手術に臨んだことを発表しましたここは大変な怪我になるんですよ全治およそ8ヶ月だそうでありましてじっくり焦らず完治目指してくださいそう声をかけたいです試合情報です8月31日の土曜国立競技場で週に立つ FC 町田ゼルビアとの対戦です帰国は夕方6時 今回も台風十五の影響を受ける心配がありますんで、えそうですね鉄道の情報などこまめに確認してください。そのほか夕方までに発表されたニュースはご覧の通りです。以上レッズニュースでした。次はこのコーナーです。異論反論レッズブネ。今週の異論反論レッズブネ。 元ウラーレッズ、OB で元日本代表のディフェンダーといえば、そう、坪井圭介さんに電話がさらかっております。坪井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ウらーレッいきなり監督交代なんですよ。びっくりしました。私もびっくりしました。<laughs> はいこれは堀之内スポーツダイレクター、あのー、坪井圭介、同期生ですよね。そうですね。えー、 彼の人柄あるいは判断力先を見る力いろんなことを含めて彼の人間性があふれた監督交代劇といってもよろしいでしょうかそうですね、まあ、あのいろんなことを考えての判断難しい判断にはなったと思うんですけれどもはい、はい、あのチームが良くなるための決断だと思いますこれやはりここまで来て五分の成績で順位を見ると、はい これやっぱり監督交代っていうのは冷静に考えていた仕方がないところでありますかね。うーん、まああのもう少し様子を見たら良くなるかもしれないという思いもあったとは思うんですけれども。はい、はい。まああのそこのところが非常に難しい判断ということで、まあ,あのよく分かっている監督をもう一度招聘したという形じゃないでしょうかね。あのヘグモ監督と堀之内スポーツダイレクターは練習場でも 常に一緒でいろんな話し合いをしていたとえうちのスタッフからも聞いてるんでね、はい、だから人間的な感情的なもつれではなくてしっかりと両者で話し合っての決断になったと思うんですがこれは来年のクラブワールドカップを含めたところでの堀内さんの判断も絡んできますかねだと思いますねあのやはり直前になって、えー、結局ダメでっていうことになるとやっぱチームとしては良くないというふうに思うので。はい はい、難しい決断でしたけれども、あのー、よくなることを僕らはやっぱり祈りたいですねそうですね、私も本当にそう強く願っておりますが、坪井さん、この間、あの激しい雷雨で中心だった川崎戦、ダゾーンの解説をなさっておりましたがね、はい、その前に鹿島戦もいい試合やっていたんですよ、なんかこの2試合見ると、ですね<っ>レズいけるんじゃないかっていう気持ちにサボタなってると思うんですが。はい えー、土曜は台風の影響もあるけれどもでき,できればやってもらいたいんですがしたたかですね、はい、町田は町田はやはりあ、まあ、安定した力を出すもそうですししたたかさもそうですよね、勝つためにやっぱりしっかりとチームとしての,のこう、はい、それぞれが役割をやってくる、プレーしてくるという感じになると思いますねまあ鹿島戦、あるいは川崎の前半の戦い方が、裏ずができればいいんですが、そうは簡単にいきませんかね。 まああの町田もレッズのこう良さを消してくるもそうですし、はいえー、自分たちのストロングを全面的に出してくるやりきってくる相手なので、ええ、まあやっぱり裏の方もしっかりと対策をしていかないといけないかなという気がしてますでねこのところあの視点少なくなってきましたが、はい、アレクサンダー・ショルツが抜けたディフェンス陣なんですが、はいえー、ディフェンスのプロフェッショナルの坪井さんから見ていると はい、どういうふうに見えますか、今、あのー、少しグスタフソンが帰ってきても、はい、ダブル・ブランチシステムにして44の部分をしっかり作っているので、そこの良さは出ているのかなと、コンパクトな状況を保って、と、えー、いう気はしているので。はい まあそれプラスコンパクトな状態を作ってから、あとはどれくらいボールのところにプレッシャーがいけるかどうかということも考えながらやらなきゃいけないのかなという気がしてます。ね、えー、天気はどうなるか分かりませんが、晴天で風穏やかなという試合にはならないと思うんで、そういうところも含めたところでの対策、必要ですね。そうですね、あのー、こういうことが起きるかもしれないということはやっぱ常に考えて、はい、特に守備面ではプレーしなければいけないかなという気がしてます。 はいぜひ、えー、ともいい結果がこれから出ますようにということで、えー、ウラレズオービーで元日本代表ディフェンダー坪井圭介さんに電話で伺いましたありがとうございましたありがとうございましたレズブレスの読みどころご案内しましょうこの1週間起きたチームの動きレズブレスも丁寧に追っていますがウラレズの情報だけではなくてレズブレスは一度レズのユニフォームを着た選手も追いかけているんですね で今週はベガルタ仙台から2度目の海外移籍を決めた長澤一樹のコメントを掲載中長い歴史の中で浦和レズはたくさんのサポーターがおりますが長澤一樹のプレーがきっかけで浦を好きになったという方もいらっしゃるんですね今年12月で33歳になる長澤月日の流れ早いですね応援し続けてくれているサポーターに決意のメッセージ どうぞお読みくださいその他過去の記事など遡ってお読みいただけます月額330円です酒蔵力浦和本店店長の今井俊洋ですまず台風15の接近に伴いお店の対応は今のところ通常通りやろうと思っておりますえとても速度の遅い台風なので週末週明けまで気をつけてご来店ください、えー、平ぐも監督から町江監督に変わります えー、その間、池田信康コーチが暫定監督。えー、土曜日の夕方は FC 町田ゼルビア戦です。現地国立競技場へ参戦されない方は、坂倉力でどうぞご覧ください。えー、伸康監督、勝って、ぜひ昇降ポーズを決めてほしいなと思います。えー、男子も女子も帝京高校出身ということで、えー、とても胸が強く思います。以上、坂倉力は本店店長の今井敏郎でした。俺たちのレッズ声。 さあ行きましょうか。俺たちのレッズ声です。赤いサンタクロースから。ヘグモ監督の解任とマチエ・スコルジャ監督の復帰に驚き。今朝は原口元気選手の裏レッズ復帰というスポーツ報知の記事にさらにびっくりしています。土曜、国立で行われるアウェイの町田戦。是が非でも歌手点3のために戦う気持ちが盛り上がってきていただけに。 監督云々がこのタイミングでよかったのかと、私には分かりません。10年とは言いませんが、5年、6年、同じ監督で戦える、そんなクラブでやってもらいたいと、強く強く感じた夏の終わりでした。ともかく、勝ち点3のために参戦し、続く限りの声を出し、そして手を叩いていきますという、赤いサンタクロースのお便りから。 俺たちのレッズ越えが始まりました原口元気のね「うられず吹き」というのはスポーツ報知の記事で配信されましたがまだクラブからは正式な発表はありませんがまあスポーツ報知が伝えているんですからまずかなり角度の高い情報ではないかなと思っております「レバンが笑う」川崎戦は6月30日に行われたジュビロ岩田戦以来 勝ち点3になると思いきや、なんと前半で中止が決定、流れの中で渡辺龍馬選手の先制ゴールだったんで、非常に残念です。続きは、後半からですか、延期になったとき、選手は前半と関係なく、新たな11人でスタートするんでしょうか、出場停止だった選手はどうなるのかなど疑問が残ります。またこの辺り 正式な発表はありませんがあんまりこう頑固に考えないで決めるんじゃないかなと私は感触としては持ってるんですがね、まあ、正式な発表待っててくださいそういう中で監督の交代は仕方がないですねこれで次の町田戦が台風の影響などで延期になったら日程的に厳しくなりますよね ともかくマチェ・スコルジャ監督のもと、一戦陰戦、ベストを尽くして勝つしかない、しかしまあ、コロコロとこう、監督が変わるのは、チームとして決していい状態ではないのですがねと、レバンが笑うというよりも、レバンが嘆くという感じのお便りでありますかね。まあ、日程的に流れた柏戦、川崎戦。 今の台風の速度と震度をそのまま当てはめると土曜の町田線はこれ開催難しいと思うんですよだから2つ半残ってしまうんですよね半って言ったってね45分分の準備をするわけじゃないですから当然ながらどっかに入ってくるわけでしょ水道とか水日というそういう日程が 終盤にかなりレッズは厳しく組まれてくるんだろうと思うんですよでもね私逆に考えてるんですよマチェ・ース・コルジャ監督になって試合数がそこに先延ばしになったというのは逆にとてもいいことではないのかなとそう思いません 柏シ戦が消化されていて、川崎戦も終わっていたら、まあ町田戦どうなるかわからないわけですから。すると、マチエス・コルチャ監督の采配を振るう試合数は当然ながら限られるわけですよね。日程的に厳しくなるけれども、その選手のやりきりをしながら、去年も戦った監督でありますから、私は逆にいいふうに捉えているんですがね。まあこれ実際に戦ってみないと分かりませんけれども、 そうなってもらいたいという気持ちも込めてね、負けれレれータ毎年変わる監督、主力の離脱、信じては裏切られ。でもやっぱり好きなんですよね。なんと言われようともついていきますよ。川崎戦の渡辺龍馬のゴール、向こうにならないでもらいたいな、という負けれレれータです。 こういうサポーターをクラブ大事にしてくださいよ。何も語らずにスタジアムを去ってる人が2万人ぐらいいるわけですから。もう今、最後のチャンスだと思いますよ。ここ逃したらかなり厳しくなると思いますよ。負けれケ啓太のような心情のサポーターばかりでは、 ありませんかたくやともやのパパですなぜでしょうかせっかく龍馬が貴重な先制点を取ったのにもかかわらず前半で試合が中止本当に残念でしたもちろんあの豪雨がやむ気配がなかったのも事実です選手たちのけがやサボターの帰宅も考えなければいけないのも 考慮しての判断だったと思います。そしてこの試合のコミッショナーや両チームの責任者たちも苦渋の決断したと思われます。いや、あれはね、田口屋智也のパパ、中止にせざるを得ない状況ですよ。滝以上の雨ですから。誰も責任取れなくなっちゃう。ね。私はナイスジャッジだと思ってます。残念だけどね、あの龍馬のゴール、 試合の入り方、完全に裏ずは、あのフロンターレを首根っこを押さえた試合展開してましたから、それはそうなんだけどね。でね、田口智也のババはさらに続けます。それにしても悪天候は、なぜに裏のサッカーの試合日なんでしょう。これでこの夏、雨関連の対応、4回も起きてしまいました。次の日の川崎戦と同じ時間に外に出て、空を見上げてみると。 星が見えているんですよ。とても複雑な心境になりました。しかしこのことを気にしていても何も変わりません。選手たちのこのフラストレーション、次の町田戦にぶつけてください。そして一生、もぎ取りましょう。で、話は変わりますが、そうだよな。今度はまさかのヘグモ監督解任で、後任はなんとスコルジャー監督ではないですか。正直気持ちの整理できていません。 最近、ヘグモサッカーがようやくいい方向に向き始めた矢先だったので、本当に残念。せめて、今年だけでも続けてもらいたかった。と、拓也智也のパパでした。バブ1号です。ヘグモ監督が契約解除になり、合わせてスコルジャ監督が監督就任することになりました。 この8ヶ月間一体何だったんだここ最近勝てていないけれども良くなったのに、失点も減少傾向なのに、今なのと感じるところありますよ。何回同じことを繰り返すんでしょうか優勝を目標に掲げて、スタイルシステムの違うヘグモ式が1年経たないうちに完成すると思っていたのかふざけるな。 申し訳ないけど補強の失敗が一番の低迷の原因ではないのか監督を含めて現場は少ない戦力の中でかなり苦しい戦いを強いられていました少なくとも裏をれずに来てくれた監督に対してこの扱いはリスペクトがなさすぎる結果以上にどこかに期待感もあり今シーズンはブレずに耐える時期かと思っていたんですでも個人がスコルジャ監督であれば 話は別です。こう変わってくるんですよ。これ分けて考えなきゃいけませんよ。まずは、3年計画から始まって、なおかつ、まだ、その計画で言ったことの1割も表現していない。この1割というのは ACL でタイトル取ったことですね。あとの9割ぐらいはサポーターは信頼していないわけですよ。だからフットボール本部の、 これまでのやり方をサボタンは全く使用していない。でも、今度の監督もう一回町へが戻ってくるんだったらという気持ち、これ大事にしなくちゃいけないと思うんですよ。もうギリギリいっぱいですよ、今ね。昨シーズン、惜しまれつつ退任となったところ、よくぞ引き受けてくれました。今度は長期政権となることを願っております。 マチェ・スコルチャ監督、またよろしくお願いします。来季に向けたチームづくり期待します。ヘグモ前監督には、迷走を繰り返すフットボール本部で申し訳なかったと言いたい。フットボール本部の頭、トガリ本部長責任を取るべきだと思う。このスタイルで、20年間優勝できていないんだから、いい加減うまくいかないことを理解してもらいたい。いや、あの、トガリさん20年間やっていませんから。 トマリさんがフットボール本部で教科として始めたのはあの3年計画のスタート年度からだということです。よろしいですね。間違いないでくださいよ。エグモ前監督の攻撃的なサッカー、好きでした。半年間ありがとうございました。っていうバブ1号でした。カゾノウガサポ。何度もびっくりするニュースが入ってきました。 ヘグモ監督の解任です今シーズン最後までヘグモ監督で行くと思っていたのでびっくりただ解任するならばなぜここまで引っ張ったんでありましょうかさらに公認監督の名前を見てびっくりマチェ前監督ですあのマチェが裏に帰ってくる気持ち複雑ですがマチェがどのように裏を立て直すのか楽しみしかありませんマチェマジックに期待ですここでね あらかじめ申し上げておきますが去年町へと戦った人たちの数かなり選手はもう限られていますからねで新たな選手が増えたわけですからそのデータ分析等を全部町へは整理して乗り込んでくるとは思うんですけれどもサッカー生き物だからやってみないと分かりませんので。 出足つまずいたところでガタ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 言うのはやめましょうね。お願いしますね。一試合二試合で、マチエ・スコリジャ監督の結果について、ああだこうだ言うのは、今から約束しましょう。やめましょう。ね。裏のジョージ・ベストです。フットボールホームに裏切られました。西野さん。 と、この動画での対談を見て、フットボール本部の考え方に共感し、このままヘグモ体制でチーム熟成することを期待し、じっと我慢して待ち望んでいたのに、監督解任ですってなんなんですかだったらもっと早く解任するべきだったんではないんですか札幌戦の後とか。 ここまで引っ張っておいて、快人はないですよ。いや、ところところの試合で、少しばかり光が見え始めたのに、また水かけられましたよ。それもゲリラ豪雨並み、突然、激しくですよ。またまた振り出しに戻るですよ。このスゴロには上がりはないんですかね全くトボル本部役のトが、信じられなくなりましたよ。このシーズンの前半一体、 何だったんですかただ幸い全くの新監督で一からの出直しではなく町江が戻ってきてくれたことには素直に嬉しいこれなんですよここなんです今回のポイントはねでもジョージ・ベストはこう言いますでもチームメンバーだいぶ変わっていますエシェル優勝時のメンバーほとんどいません 町へとはいえチーム立て直すには試合数少ないし難しいと思います。でかい、結果が出なければまた解任なんですかチームの迷走ぶりに怒り浸透です。町へ大変だろうけど、頼みますよ。降格だけはさせないで。あ私と同じようなお便りが今手元に来ました。裏のジョージ・ベストです。もうあなたのおっしゃる通りです。で、 ACL 決勝の第2戦、今、チームに残っているのが、周作さんね、あとはマリウス・ホイブラーテン、大久保ともああ、吉尾、小泉だ、最近あんまり見ないけど、高関根高弘でしょ、あと今シーズン限りってもう言っちゃった。 撤回してもいいよ、心臓さん。河野木心臓でしょ。あと、安いカイトだもん。これだけだもん。もう新たな顔合わせですよ。間違は、それどう使うかですよ。ねえ。私はジョージ・ベストがおっしゃるとおり、そう簡単なことじゃないと思いますよ。ねえ。 ニー座の赤い彗星台風接近とともに嵐の一週間と言ってもいいぐらいの出来事土曜の川崎戦あまりにも予想外の大雨が最初のピッチを襲いあんなにも水浸しになりボールが満足に転がらない初めて見ましたある意味よく前半まで試合できたと思いますむしろここで判断したのは正解かと思いますまたも 再試合で大変かと思いますが、どうかお互いに影響出ない日を望みます。そして火曜日、ヘグも解任で、池田信康コーチの暫定式。ああ、またかとかと落としながら記事を読んでいたら、マチエスコルジャー公認の文字が、来年からからと思ったらこの後に復帰とは、思いもしなかったので驚きました。思うよりチーム作りが、 進まなかったとはいえ、こうなったら原点回帰なんですかね。とにかく、すぐには結果が出るかわかりませんが、町へのサッカーを再び見られること、楽しみにしたいです。というニーザの赤い彗星です。いや、原点回帰もないですよ。もともと、ヘグモがやりたいサッカーを、町へスコルジア監督は標榜して指揮を取ったわけですから、去年。でも、現実はそうはうまくいかないっていうんで、途中で、 修正したわけですよだからマチエ・スコルジャ監督がやりたいサッカーはヘグモと同じですよ。ハイライン、ハイブレスですよ。ボール取ったらすぐにゴール目指す。そんな大きな違いはないんですよ。だから原点回帰でも何でもなく、売られずがやりたいサッカーをやる監督、それがマチエ・スコルジャ監督です。少年マガジャン。 ご無沙汰しています。私は中国の老子が好きなんです。ええー、老子か。私読んだことありません。切り出したばかりの、どんなものでも加工できる。これ、荒木って読めばいいの荒木のようで、どんなものでも飲み込んでしまう、深い谷のような心でありたいと思い、読書は空想にふけています。そうなんだ。 これ羨ましいな。少年マガちゃんの生き方が。戦いをのニュースには驚かされました。ヘグモさんの就任会見での、聖太郎さんとのやりとりが頭に浮かびます。確か2年契約で、クラブワールドカップを共に戦ってくれるはずではなかったんでしょうか。少年マガちゃんよく覚えてるね。それ、もう1年経っていないからね。 私が、ヘグモさんに、まさか一年でお会いになることはありませんよね。あの、町江監督が書いちゃったからね。ちょっとクラブに皮肉を込めて、そう呼びかけたら、ヘグモさんがこっち見て、笑いながら、来年もってニュアンスのやりとりがありましたよね。でもあの時、ヘグモさんこう言ったんですよ。開幕して、3試合、4試合見て、サポーターから、 ことによったらさよならの言葉をかけられるかもしれないそんなことをそんなに今さんの話もしていたことを覚えていますサボターはいろんなことを言いたいことはありますでしょうけれども北のゴーラに掲げられた今我慢のしどころぶれずに進もうぜというあの弾幕私はあれを代表意見だと捉えていたんでサボターからヘグもやめろ混乱ってのは 一切なかったと思っております。これはクラブの判断ですね。で、少年マガジャンはどんなことも起こりうるんだと改めて胸に刻み、まだまだ暑いそして豪雨が降る埼玉市からヘグモさん並びにコーチングスタッフとして来日し尽力くださった皆様のご多幸をお祈り申し上げます。こうじゃなきゃ気持ちよく送り出さなくては。 千賀ま,まのレンズ魂初めましていよいよ週末国立決戦ですが日本の未来のサッカースタイルの議論に発展する歴史的な試合になると思っていますどういうことかな開幕から現有戦力でシンプルな戦術徹底し この夏、戦力強化し、さらに研ぎ澄ませ、唯一無二のスタイルを作り上げている町田。それに対し、理想の戦術、追い求めすぎ、日本人に順応しにくい戦い方から脱却しきれなかった浦和。開始早々、町田のハイプレースに、浦和が後ろからつなぐサッカーを 捨てた瞬間理想より勝利から逆算した新たな裏輪が生まれてくる気がしております千川のレズ魂です特に鹿島線は千川のレズ魂が今語ってくれた局面が何箇所か ありましたね大久保が再三見せたドリブル安井イトが相手のディフェンダーを振り切るように駆け抜けたあのドリブルとああいうサッカー町田戦でできるかどうかですね采配振るうのは池田信康コーチです。 私は彼、非常に有能な能力があるコーチだと思ってるんで、そのあたりももう整理して待ち出せに臨むと思うんですが、残念ながら、台風のため、中止になる可能性の方が高くなるんで、千賀のレズ魂が語る、日本のサッカーのスタイルの議論に発展する歴史的な試合というのは、しばらく待たなくては ならないかなと思います。浜松吉見永久。今日はどうしても調理になってしまいます。川崎戦前半見て調子が上向きを感じました。しかし、その後このような急展開は予想もしておりませんでした。事前の報道はなかったんでびっくりです。この時期でのヘグモ監督の会議は賛成できませんが、五輪がスコルジャ監督なのであれば賛成です。もともとはスコルジャ監督に。 今シーズンも続投してもらいたい中でかなわず、ヘグモ監督になったと認識しております。はい、その認識で正しいと思います。クラブからのリリースを読みましたが、やはり今シーズンやりたかった路線は、自分が期待していた通り、去年の守備をベースに攻撃の課題の改善がしたかったと読み取れました。ヘグモ監督が行ってきた攻撃的なサッカーは、守備の面を全くと言っていいほど引き継いでおらず、クラブの意向としては、 行き過ぎだったのだと思いました。しかし、実績がある監督だし、そのサッカーが早期に浸透し、結果が出てくれれば問題なかったんでしょう。現在いる選手の特徴を生かし、サッカーを変化させんのではなく、J リーグではほぼ成功したことがない4-3-3にシーズン前半はこだわり続け、勝ったり負けたりを繰り返し、シーズン半ばでやっとダブルボランチにしたことで、少し上向くも、停滞。 ケガ人が多かったとはいえども、6月生から勝ちなしでここまで来てしまったわけです。そのケガ人も練習中に出てくることが多く、ここに試合、内容良くなっているように思いますが、シーズン前半では内容はよく相手を押し込んでいる試合が何試合もあったんで、結果が出続けない限り、上向いたかどうかは分からないところですよね。そして何より、その攻撃的サッカーで J リーグで勝てるようになったとしても、クラブワールドカップでは、 攻撃的なサッカーで世界の強豪に挑むのには、正直、望めないという気持ちもありました。ACN の決勝のように、人数かけて守って、チャンスをつかむサッカーにしなければ、世界の強豪相手には難しいのではないか、それは、ニューカッスル戦でも見えたと感じています。ただ、フェクボ監督で行くならば、無理やりにでも信じていこう、と思うしもあったんです。 スコルジャ監督2試合で J リーグ理解している選手の特徴を活かし配置変えて ACL でも現実的な戦いで最高の結果を残してくれました夏の補強でうまくいきませんでしたが超過密日程でのリーグ戦4位で去年終わっているんですここでスコルジャ監督でなければ監督交代は賛成できませんでした少し遠回りしてしまいましたが堀内さんが 悩んで出した結論だということだし,し、この判断がきちっと出なかったとしても、自分が見えてきた方向なんで、肯定していきたいと思っております。そう心を落ち着かせたところで、元気の復帰報道、原口元気選手の復帰は、かなり好材料です。へぐもさんににはは気の毒ななところもありりまますが、今今後楽しみになりましみた。た日は吉明長かったね。 長いけど語りたいよなマナーことは、江雲監督解任、町江さん監督復帰、気持ち追いつかない火曜日、この先どうなのか思っていたや先にビッグニュースが、原口元気が裏に帰ってくるという記事だめかと思っていましたが、約束を果たしてくれたんですね。我々 サボーターたちに元気が出るニュースとなりました町江さんも元気も早くチームに合流してもらいたいどう立て直してくれるのか正式発表を待つのみ朝からわくわくが止まりません一昨年夏から秋にかけて ウラレッズは次の監督を探していたんですね後ほどお話しますけれども堀之内聡今のスポーツダイレクターがまだ課長だった時フットボール本部のあの当時の戸張本部長土田スポーツダイレクター西野テクニカルダイレクターの 命を受けてヨーロッパにかなりの期間監督探しで出かけているんですねそこでマチエ・スコルチャ監督に会うわけでありますがその旅の途中で堀之内智史課長とドイツにいるブンデスリーガーの原口元気急行を温めているんですね。当然ながら 日本復帰の場合は、裏レッズという話をしたでしょう。二人の心は通い合っているから。でもその時にまだ元気は決断に至っていなかったんですが、今回は、もうフットボール本部のはっきり言って、立場は頭じゃないけど、心臓の部分を一人で添う、堀之内シスポーツダイレクターのために、元気が ひと腹脱ごうという気持ちになったことだけは、私は元気から聞いたわけじゃありませんけれども、間違いないと思いますよ、そのぐらいの決意を込めて、浦和に帰ってくると思います。われわれも楽しみなんだけれども、元気をがっかりさせないように、クラブはしっかりと元気と相対峙してもらいたいと思います立林のジョンです。 マティアス監督の解任、町江さん復帰、火曜の朝から驚いたなんてもんじゃないですよ。フットボール本部は瞑想と言わざるを得ません。監督交代させるだけで状況を改善できるわけではありません。同じことを繰り返している印象です。人格者の町江さんの復帰、嬉しいですが、半年で戻ってくる。一体内部はどうなってるんですかフロント、この現状を受け止めて、昨シーズンから今回までの動き方を全部精査して、 申請してくださいマティアスささいんの無念さ想像すると本当に複雑ですよ。裏にしてくれて、監督になってくれて、本当にありがとう。で、ここにがまさかの町江監督をおかりなさい。非常に素晴らしい決断をしてくださった町江監督、誰にでも耳傾け、チーム内外から尊敬される人格者、どんな状況でもやってくれると思います。ただ、去年、堅使を支えてくれていた秋元、荻原、ショル 岩尾敦らたくさんの後ろの選手が抜けているんです。そう簡単に強固な守備に戻るとは思えないんですよ、そういった選手がいない中で、どうやってチームを作り直すのか、試合数少ない中で、町がどういう選手を使うか、楽しみです。まずは池田コーチ式の町田戦、自分、できるのは応援だけですから、何があってもついていくしかありませんというジョンからであります。 深のカー君川崎戦前半今シーズン最高のゲームをしたと思うんですよそのヘグモ監督クラブは契約解除ですか守備の再構築と攻撃がうまく噛み合い始めて今シーズン見届けたかっただけに残念ですアンカーを置くサッカラダブルボランチに変更スコルジャー新監督に移行するんだから先日は スムーズに溶け込めると思うし、あとは攻撃陣をうまく活用し、より多くの得点を期待したい。次のアウェイの町田戦に参戦します。池田暫定監督の初陣になるんで、J1 初勝利を飾ってもらいたいという、深谷の川君のお便りであります。じゃあ今日はおしまい少し私、長めになりますけれども。 ご覧くくださいいよろししお願いしま,すまあかなり衝撃的な監督交代劇だったんでねいろんな憶測記事も出ているんですがこの交代劇を政治的と書いた記事があったんですよいわゆるフットボール本部の中の政治的という意味合いですねまあこれちょっと間違いなんですが最初 マチエ・スコルジャ監督を呼んできたのが、堀之内スポーツダイレクター。当時は強化担当の課長さん。で、ヘグモ監督を招聘したのが、西野ストム前テクニカルダイレクターですから、西野さんがいなくなって、堀之内課長が部長になり、そして部長を辞めて、契約を結ぶという、いわゆるプロフェッショナルの スポーツダイレクターに就任になった。だから、ヘグモさんからマチエさんに、そういう意味で西野さんいなくなって、本能一さんになったから、バトンタッチされたんだという記事。これ間違いです。断言したいと思います。先ほども、皆さんのお便りの中でちらっとお話ししましたが、実際に、マチエ・スコルジャ監督をま、招いたのは、本能内聡氏課長ではありません。 現地で、まあざまな監督の候補と会いながら、で、ポーランドのマチエ・スコルジャーさんのもとに行って、膝突き合わせて話していて、もちろん、監督としての能力を認めるとともに、その人間力は素晴らしいという報告を送ったんですね。で、それを、戸ガ土田、西野、 この三人が、ホイノウチレポートを受け取って、マチエ・スコルジャ監督に決定して去年、あの ACL でアジアの天下を取ることになるんですよ。ですから、マチエ・スコルジャ監督を招聘したのは、ホイノウチサトシ、今のスポーツダイレクターだっていう記事は誤りだし、そんなつまらぬ政治的な動きで、マチエさんが帰ってくるわけではないというふうに、 えまずお話ししたいと思います。それとね、そういうような記事が出てくるのは、もうともかくフットボール本部中心として、クラブがふら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 している印象が、サポーターに強いし、また、取材する方もそういうふうに見てしまうんで、クラブの上層部は、これを機会にものすごく、猛省してください。私はこれ、ラストチャンスになるのではないだろうかなと思ってるんですよ。裏レズの今後のね、 でね、まあ、クラブから発信された文面を読み込んでみると、今回の監督交代劇はね、思うような成長曲線が描けなかったっていう部分じゃないですか、そして来年のクラブワールドカップ出場に向けての堀之内スポーツダイレクターの責任感というものを私は感じましたよね。去年のあの堅い守備に攻撃をブラスさせる計画。 残念ながらうまくいかなかった、ここ2試合ぐらいでは光るものを見せていたんだけれども、現時点での成績を見ると、このあと、果たしてどうなんだっていう疑問符は誰でも持ってしまいますからね、これは何もね、ヘグモ監督一人の責任ではなかったと思うんですけれども、それを一つ一つ取り上げていって話すのが今日のお題ではありませんので。あの とても残念なことは残念なんですが、さあ、マチエ・スコルチャ監督の復帰について、非常に不思議なのは、あれほどクラブから来年も指揮を取ってもらいたいと、願われながら、いや、家庭の事情で、残念ながら大好きな浦和を去りたい。 マチェ・エスコルチャ監督は惜しまいながらふるさとポーランドに帰りましたそして今回この状況でマチェ・エスコルチャ監督が帰ってくるというのは家庭の事情が解決したのかまあここで細かにお話しするのはプライバシーの侵害になるから私はお話ししませんがそんなに簡単に解決できるような家庭の事情ではないようなんですね それでもマチエス・コルジャ監督がもう一回、ウラレズの監督を引き受ける決断をしてくれたのは、ウラレズへの愛と、そしてマチエス・コルジャ監督に大いなるリスペクトを投げえかけてくれたサポーターへの気持ちだろうと思っております。そしてその過程の事情。これを今回、ホイノウチスポーツダイレクターが全面的に解決したということです。 これだけは申し上げますさあ次回は9月5日31日町田線が国立であるんですがちょっと台風で無理だろうなと思うんでねそうなるとさらに一層今日話したような中身の船になるかもしれませんともかく町田さん台風の影響なくできること 一縷の望みをつなぎたいと思っておりますそれではまたこの番組は坂倉力とともにお送りしましたチャンネル登録よろしくね